あの場面でいくと5対4の場面で自分のポジションがすごく開くような相手の守り方してたので、今日全体的にパスが自分につながってくるイメージなので、ここで、まあ、ファーストショットでは入らなかったんですけど、リバウンドが出てそこに反応できたので自分が空いてるっていうふうに分かってたんで、まあ、その動きを作ってくれていいチャンスを作ってくれたかなっていう。怪我人も途中何人か出ちゃったりとか、退場もあったと思うんですけど、その中でもあんだけ第3ピリオド攻められながらも守れて1失点しちゃったんですけど、我慢できるホッケーができたのはすごいいい収穫だったなって思います。